LG エレクトロニクス LGV20 LGV34 LG エレクトロニクス LGG シリーズ LGV34 イサイ i b e LGV34 は韓国の LG エレクトロニクスによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである。 LGV32 の後継機種でグローバルモデルである LGV20 の日本国内ローカライズモデルとなる。ただし画面サイズは V20 の5.7インチから5.2インチにサイズダウンしており、バッテリーは着脱不可となっている。大きな特徴として B&O プレイが音響面で監修を手掛けており、原音を忠実に再現することが可能となっている。また、 d a c に e s s テクノロジー製の32ビットクアット DAC-ES9218 を採用しており、クリアな音で再生することが可能となっている。カメラ面では新たにメインカメラに135度、サブカメラに120度の広角レンズを採用。人間の視野角よりも広範囲で撮影することが可能となっている。さらにメインカメラは、イサイシリーズでは初めて、 デュアルカメラを採用している。その他にも画面上部にサブディスプレイとしてセカンドスクリーンを搭載しており、画面をオンオフすることなく日付や時間の確認や他のアプリを起動中に新着メッセージの確認が可能となっており、さらによく使用するアプリにも素早くアクセスすることが可能となっている。なお、日本独自機能として防水、放送受信機能を搭載しているが、 赤外線通信には対応していない。キャッチコピーはこの音にあなたは驚く。ハイレゾー、さらに高音質でクリアに表現。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。